ちゃお。あちゃんです。今日はわらくしんさんっていうお店で和の御膳をいただきたいと思います。二種の海鮮丼のランチな感じです。はい、なんか今日の二種のお刺身、何やろ、マグロとタイかなっぽいね。はい、とお蕎麦です。ではいただきます。お好みでわさびをここに溶いてって言ってたんで、ちょっと待って、これあれ、あ違う、これはこっちや、蕎麦や、蕎麦のわさびのこれや、これを溶いて、わさび全部使います、もちろん。あ、ここね、和の定食なんで、いつものあっちゃんよりちょっとおしとやかにいきます。朝来てアリース和定食いただくでアリース恥ずかしいわ、やっとって。まあまあ、あのボックス的な個室なんで全然大丈夫です。はい、ではいただきます。噛んだわ。いただきます。お蕎麦一気にこのまんま、うん、お蕎麦、お蕎麦美味しいね。おっちゃんザルはお蕎麦が好きやね。うどんも好きやけど、うん、美味しい。では海鮮丼をいただきましょう。何かな、これタイかな、多分。タイで、ご飯はね、うん、ほんのり味がついて、酢飯っていうか味酢がついてるけど、全くの白ご飯じゃないかな。入ってるか入ってないか、ちょっと全く入ってないわけでもないねんけど、何か味がする。でも酸っぱさがほとんどない。すごい美味しいな、このご飯。うん、プリプリ、大変美味しいよ。昨日せやん、スカットジャパンで、スカットジャパン見とったら、なんか働くっていうことで、なんか言って、働くっていうのは旗を楽にすることや。だから、だからなんか上司に怒られっぱなしの部下がおって、グダ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 言われてて、あなたの上司はの部下の人 旗を楽にするから働いてるけど、上司は旗を嫌な気分にするから働いてないって言われて、ああそういうことか、ええこと言うな。ってことは YouTube 見てくれた人が、あっちゃんで癒された間ちゃんと働いてんねやと、ちゃんと働いとるって言わ、もうね、もう何とった、あそういうことか、そっかそっか。子供と見とったら、あ、そりゃなぁ、言ってみんなで納得しとってスキ入れすぎた、そば口入れすぎてしまった。全然、この優雅さ全くゼロやな。
先でありんす。ちょっとお上品にならなかったな。こういうお店ではお上品にならなかったんだけど、なられへん。臭いのつけね。白菜の塩漬け、美味しい。京都ロケ、よう考えたら京都観光するのもしかしたら生まれて初めてかもわからへん、うん、京都はしょっちゅう行って年何回か行くねんけど観光したことないねん。まともに行くか、まあまともでもないけど京都の観光するのって初めてやわ。お楽しみでも清水さんほんま行きたいねん、行ったことないから。清水金閣寺は小学校の時行って、修学旅行で。うちの学年まで、うちの学年までが大阪、京都、兵庫、三都巡りで、どこ行ったっけ、伊丹空港行って、でポートタワー登って、で大阪城行って。で京都のホテル泊まって、ホテル旅館泊まって、で翌日一日京都観光で帰ってきて、小学校6年、ね、で遠足が大阪城で、どこやったっけな、大阪城とか京都の伏見の桃山城とか、そんな遠足あったのに修学旅行京都大阪、いやあんま変わらへんやんみたいな。でその時に金閣寺と三十三間堂と、どこやったっけな、どっか行ったもん言ってないけど、ああ天満宮やったかな。清水さんなしやってん、隣やねんな、そのまま出られちゃう、うん、そう出られちゃうでその次から、次の学年から広島になって、で次の学年から広島で、今うちの子供、亮太が光る子供は、広島と山口。そうなん、大阪京都やからバスチャーター亮太と子供の時は、亮太の時は新幹線豪華やなって言うとって、中学校が東京やってん、中学校は東京と日光、日光行って東京行って富士って書いてきて、中学校で九州連れてて、ああ、で高校で北海道、
北海道。今小田は中学校がおそこ、あの沖縄やねんけども、今年沖縄中止になって、で秋10月に沖縄じゃなく長崎に変わって、で奈良県の高校結構九州が多いみたいで、沖縄か九州やな高校も。昔ここ好きやってんけど、小田高校アホやから毎年万引きしようんだよ。で次の年から NG。息子の中学校の修学旅行はディズニーランドやってん。だけど2個下の子が万引きして、で行く敵になって、で娘ちゃんの時から静岡の富士急ハイランドに変わって、すっごい怒ってたから。うちらあれやねん、ディズニーやって、うちと隣町の室の中学校と同じ日やったやん、うん、絶対にディズニーで喧嘩して迷惑かけるから、うん、どっちかにしようって先生じゃんけんして、うちの学校負けてきて富士急やって。室中と小田中学一緒になったら喧嘩するわな。ありがとう。ありがとう。エビが食べられへんのは辛い。すごいゆっくり流れてる感じがする。この和の音楽もいいね。ナスビやナスビもらおう。昨日天ざるうどんにしよう思って、ね、かき揚げにしてん、ナスビ揚げるの忘れて、うん、エンザルソラにバージョンアップした。なすび美味しい。
した？美味しかった。はい、どうぞ。かな、白身魚美味しかった。水曜日の昼に今度が上がる。明日は京都行くんで、京都の見どころあったら教えてください。コメントよろしく。明後日、だから今度が上がるのが明日やから。お近くの方ぜひぜひご参加ください。種類の海鮮丼とお蕎麦のセット美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、よかったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバイ。